ボールの反町と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今上川さんにご紹介いただいたように、ちょうど来月で2年に丸々2年という感じになります。でオープン前から上川さんにコンサルを受けていました。でホームページを作りたいなって最初は思ってたんですが、ホームページで50万払うんだったらアメブロでホームページみたいにつけていただ作っていただいて、それでアドバイスがいただけるっていうのが一番決め手になりました。で本当に私は言われてるがままにブログを書き続けという感じで、オープンからブログは毎日書いてるんですけども、やっぱりこうお客様が取れたっていうのがすごい励みになっています。でうちのサロンはおかげさまで本当に全部ブログだけの集客なんです。ホットセレブなんですよ、カイブラは。本当にエステなんですけど、はい、ホットペッパーにも全く出してないですし、マンションエステなんで下に看板も全く出してないですね。はい、なので本当にそれだけでお客様に来ていただけるっていうのは本当に上川さんのおかげで感謝ですありがとうございます。なんかこう苦労したことってありました？ブログ始めたら苦労したこととかやっていくうち。そうですね、多分そういうとこ来たりとかも、はい、ブログを全然全く書いてなかったんで、最初は何を書けばいいんだろうっていうのが全く分かんなかったんですね。なのでもう本当にこうアドバイスをもらいながら、もう事細かにメニューの一個ずつはまず最初フェイシャルのコースだったら最初クレンジングをしますとか何々をしますっていうのを全部写真を載っけて時間をつなぐっていうのを全部やったりとか、はい、その一番ネタに困りましたね。その時に上川さんにやっぱりこう雑誌とかを見て、今話題のこととかを書けばいいよとか、あとは今全部グノシーとかそういった美容の記事とかを読んでとか、テレビでそういうのを見てっていうので、そういうのを書けばいいっていうのを教わって、それで毎日書けるネタができたっていうのがすごい大きいところですね。はい、ブログって毎日書かれてるというか、ネタが尽きた時はどういうふうにしてますか？そうですね、はい、ネタが尽きた時はやっぱりその、はい、ネットの記事とかテレビっていうのですね、常に情報収集してるってことですね。そうですね、はい、あとはお客様にこう言われたとか、うん、感想を教えてもらったりとか、それを載せたりとか、うん、あと質問があったことをそのブログで返事したりとか、そういうのが今メインになってますね。はい、うまくいった要因って何ですかね？何なんでしょうね。自分でもよくキーワードもありますよね。キーワードがバチッとはまったというのが一番、ね、そうですね、はい、私も全く素人なんで、その辺は全くこう上川さんにお任せっていうのなんですが、やはりあとプラス先ほど講座でも言われてらっしゃった顔が見えて安心だったっていうのをすごい言っていただきました。この人だったらやってもらってもいいわっていう、全く宣伝してないところでそのブログだけを見て来ようと思っていただけるっていうことで、その写真とあとプロフィールもすごい大きいかなと思いました。やっぱりその共通で悩み抱えてますもんね。はい、自分がバレエやってるとか、はい、そうですね、はい、で共通の趣味だったりとか経歴が同じ学校だったっていうので、それがまた話題の一つになったりっていうのもありますね。で本当にね、もう彼女のもうブログ見せてもう2時間講座できるぐらいのレベルなんですよ。だから本当にね、もう360サボらずってやってるから、僕から言わず結果出て当たり前です。ここまでちゃんとやってるんで、逆に言うと多くの方がやり方はみんな分かってるのにやらないから結果出ないってことです。だから継続が力だということで、反町さんブログやってよかったですね。あ、はい、はい、おかげさまで去年、はい、先月はちょうど新規の方、はい、ブログから8人、はい、あ、素晴らしいですね。いただきました。本当にブログだけなんです、彼女。ブログとリピートだけ で、それでもう月収100万とかになっちゃってるんで、もうだから一つ一人サロンとかもしされてる方いれば参考になると思いますので、ぜひ今日の上川さん貴重な体験が準備に当てはめて考えていただけたらなと、参考にしていただけたらと思ってます。それではありがとうございました。どうも。